日本から南西へ4400キロ、カンボジア。ここには長期にわたる内戦により荒れ果てた国土と人々の悲しみがあった。大連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案ほか一案は委員長の報告の通り可決いたしました。平成4年6月、賛成反対などさまざまな議論のあった国際平和協力法が国会で成立。国連からの要請により自衛隊のアンタック国連カンボジア暫定機構への参加が決定。自衛隊が長年蓄積してきた技能、経験、組織力をカンボジアの平和のため発揮することを求められたのである。第一次カンボジア派遣施設大隊は陸上自衛隊中部方面隊から選抜された精鋭600名。編成されるとすぐに現地での活動を想定した厳しい訓練が青野ヶ原で開始された。9月23日24日第一次先遣隊の30名が、10月1日2日第二次先遣隊160名が小牧基地より航空自衛隊 C-130 輸送機で出発。そして10月13日には本隊の376名が出発。愛する者を見送る家族の目に涙が浮かぶ。カンボジアに関する報道は地雷、ポルポト派の不穏な動きなど不安をかきたてるものが多い。しかし隊員たちは努めて明るく胸を張ってタラップを登っていった。先遣隊に先立って出発していた海上自衛隊の補給艦十和田、輸送艦三浦、小鹿は派遣部隊の車両や食料などの輸送を担当。航空自衛隊からは C-130 輸送機が人員の輸送以外にも週に約1回の定期便により補給品などを空輸、全面的な支援体制が敷かれた。3自衛隊スクラムを組んでの任務である。日本の施設大隊が受け持つのは国道2号線と3号線の修復、豊かな水田地帯と首都プノンペンを結ぶ重要な動脈である。この道が整えばカンボジアの復興も進むはず。本隊とは別に停戦監視要員として8名が国境などで武器流入の監視や停戦違反の調査などを行っている。これも大変重要な任務である。時には45度を超えることもある猛暑、とにかく暑い。カンボジアの大地に日本人の汗が滴り落ちる。その他にも強烈なスコール、粉塵、虫、毒蛇やサソリ、日本では考えられないような自然が隊員たちに立ちはだかる。そして地雷の恐怖、宿営地で不発弾も発見された。しかし隊員たちの表情は明るい。ここで働く世界各国の軍人文民と共にカンボジアの再建に力を尽くしていることに感動さえ覚えている。現地の人々の感謝もその身に響く。
本当に現地の人からですね、感謝されてるんですよ。もう道路を通ってるとですね、おばさんとかおじさんとかみんな寄ってきてですね、現地語でオークンって言ってありがとうという感じで言われてですね、でまあ本当にこういうことがカンボジアの人たちは必要としてるんだなというのをですね、ひしひしと感じております。そんな隊員たちの楽しみはやはり食事と風呂。そして通信衛星インマルサットを利用しての国際電話。家族からの手紙は隊員たちの心の支えでもある。と懸章を身につけた日本人がカンボジアの平和と復興のために汗を流している。公務員です。週休2日です。陸で海で空でやりがいがあります。私ジェイカン。ピースピーポージャパン。平和が好きな人待ってます。男子の中ですから訓練とかは平等で男子と同じようにやっていきたいですけれども、女性でしかできないような面も出していきたいと思います。平成4年は防衛大学校初の女子学生が入校したり、現役自衛官がミスコンテストで優勝したり、とにかく婦人自衛官が元気な年でした。そうなんです。それで次のコーナーでは私たち婦人自衛官の活動の一部をちらっとお見せします。題して活躍する婦人自衛官。およ白衣の天使ですか。ええ、自衛隊病院で働く彼女たちも立派な自衛官なんですよ。その証拠にほら、訓練の時は戦闘服に着替えて颯爽と治療しています。戦闘服の天使か。紹介するのは航空自衛隊千歳基地で除雪車を操る婦人自衛官です。雪深い北海道で安全に航空機が離発着するため除雪は大変重要な任務ですね。こんなに大きな車両を女性の細腕で、すごい。この人をどっかで見たことがあるような。マスコミでも随分と話題になりましたからね。この人が自衛隊初の女性パイロット候補生、海上自衛隊の宮本さんです。やっぱりカットのため30度で一旦で。で、この機械はフライトシミュレーターです。これで地上にいながらにして空を飛んでいる感覚をシミュレートできるんですね。で、いよいよ登場訓練。
空を飛ぶというのは気持ちよさそうですね。でもそのためにはもちろん厳しい訓練を乗り越えなくちゃならないんですよね。私たちも頑張らなくちゃ。というわけで、ますますの飛躍が期待される婦人自衛官のコーナーでした。自衛隊の災害派遣としては最長記録を更新中の雲仙普賢岳。同じ九州で平成3年の台風17号19号による大量の風倒木の被害が発生。このまま放置しておくと流木、土砂崩れなどの二次災害発生が憂慮されることから、陸上自衛隊が出動。極めて危険を伴う作業であったが、確実に任務を遂行。自衛隊でも災害予防を目的とした出動は今回が初めてのことである。平成4年で創設40周年を迎えた海上自衛隊。海上警備隊として発足当時は70隻だった艦艇が今日では160隻、航空機が290機、人員は6000人ほどだったのが約5万人の規模に成長しました。10月には40周年と今年の自衛隊記念日を祝う3年ぶりの観艦式が相模湾で盛大に行われました。陸上自衛隊恒例の富士総合火力演習が東富士演習場で9月に行われました。今回は一線への配備の始まった90式戦車が初めて実車を披露。最
30度を超す猛暑にもかかわらず、スタンドを埋めた人は4日間で9万5000人。迫力満点の演習に圧倒された様子。平成4年に新しく編成された主な部隊は陸上自衛隊の第1 SSM 連隊。海上自衛隊の第8航空隊。そして航空自衛隊の臨時特別航空輸送隊。これは総理府から防衛庁自衛隊に正式移管された政府専用機の部隊。政府専用機は首相や閣僚ら要人空輸のほか、緊急時の在外邦人の救出などの任務につきます。パイロット、整備士など専用機の要員は約100人。もちろんスチュワーデスはワッフが担当。安全かつ確実に対応する部隊を目指しています。陸上自衛隊で開発中の高機動車。定員は10名で最高時速は100キロ以上。海上自衛隊最大の護衛艦となる金剛。平成5年の就役に向けて最終的な調整が行われています。また海上自衛隊では音響測定艦ハリマや潜水艦林尾が就役しました。こちらは航空自衛隊の U-125 飛行点検機。これでより高高度の飛行点検が可能となります。がっぷり、がっぷり取り組んで考えたいな。日本の防衛、国民と防衛庁のコミュニケーションのための広報誌セキュリタリアン、4月創刊。毎月自衛隊を本音で語る企画満載で人気上昇中。ここでトピックスをご紹介します。陸上自衛隊の小場良平参院がバルセロナオリンピックフリーライフル競技で見事銅メダルを獲得しました。陸
陸海空三自衛隊有志からなる自衛隊山岳連盟がチベットの認知感謝法の登頂に成功しました。